スーイドゥン太陽望遠鏡、マクマスピアス太陽望遠鏡太陽望遠鏡とは太陽の観測に特化した天体望遠鏡のことである。太陽活動の観察は気象学、航空宇宙学上極めて重要である。太陽活動は気象に直接影響する。また、太陽の爆発的活動による太陽フレアはオーロラ以外のほか 電磁波障害などを発生させることがあり、これは人工衛星のトラブルや宇宙飛行士の放射線被曝による健康被害に直接関係する。地球上においても通信トラブルや電子機器誤作動の大きな原因となる。また、構成の活動メカニズムは未だ不明な点が多々あり、天文学、物理学上の研究対象となっている。天体の観察には、 通常天体望遠鏡を用いるが、太陽は光量が大きいために観察には特別な配慮が必要となる。太陽観察用にカスタマイズされた天体望遠鏡が太陽望遠鏡である。太陽面の微細構造、動体、磁場や電磁波放射の研究に用いられる。また、得たデータをもとにした活動の周期の特定も目的とする。 第一線で研究用に用いられるものの光景は1メートル内外、程度。太陽の熱によって空気の揺らぎが生じ、像が悪化する現象を無視できないため、焦点距離を長くとり、望遠鏡内部、航路を真空として、像の揺らぎを抑えるといった工夫がなされている。このような必要性から、研究用の太陽望遠鏡は同等のスペックの望遠鏡と比べ、 しばしば頑強なものとなっている。また、観測装置を地上部、地下部に固定しておき、ヘリオスタットを用いて、太陽の追尾、光導入を行う形式もある。観察については、解説防子を用いた分光器による太陽光のスペクトル分布などが特に利用される。X 線など短波長の電磁波については、地上で観測することが困難であるため、 人工衛星に搭載されたものが用いられる h α 線フィルターをセットした小型太陽望遠鏡 h α 線フィルターを用いた太陽面観測太陽は最も身近な構成であり地球環境や生活に及ぼす影響は極めて大きい。また普通の惑星や恒星は基本的に夜間しか観測できないが太陽は日中に容易に観察できる天体であるため 教育上重要である。ただし、望遠鏡による太陽観察の方法を誤ると、失明ほか極めて重大な健康被害が発生するため、十分注意が必要である。かつて望遠鏡を用いた太陽観察では、距離現行フィルターが用いられてきた。これは高性能な遮光ガラスを使用した現行フィルターを接眼レンズ部にセットし、 強烈な太陽光を現行して観察することを目的にしたものだった。しかし、この現行フィルターは熱に耐えきれず割れるなどのトラブルが発生することがあり、これは即失明などにつながる危険な問題点であった。穴あきキャップなどで望遠鏡の有効形を絞るとともに、ガラスの表面反射を用いた直角ミラーを使用し、数パーセントの光のみを接眼部に導入して、 現行フィルターにかかる負荷を抑制するなどの対策もあったが、現行フィルターの潜在的な危険性はいずれにしても存在した。このような危険性を避けるため、接眼部から少し離して白い投影板をセットし、望遠鏡をプロジェクターとして利用して観察する方法がある。この方法は同時に多数人が観察できるメリットもある。ただし、観察される 太陽像はコントラストが低く、投影板を外して覗き込むと、やはり危険である。逆に、大物レンズ側に、現行フィルタを取り付けて観察する手法がある。光線透過率が数千数万分の1の金属、白膜上着ガラスフィルタや、特殊フィルムを大物レンズの前に取り付けると、比較的安全に太陽を直接観察することが、できる。近年、 アマチュアの観察向けには高性能干渉フィルターを用いた太陽望遠鏡が普及してきた。これは主に Hα1000 を高性能なバンドパスフィルターを用いて観測するもので太陽フレアを直接観察可能である。また、回帰日食時でなくとも公園を観察できる。アマチュア用途では望遠鏡内部を真空にすることは 運用上現実的でないので、小口径の屈折望遠鏡を用いることが多い。反射望遠鏡は熱によって望遠鏡内部に気流の乱れが生じやすいためにあまり好まれない。ありがとうございます。